生臭いことばっかりだったし、こういう平和がなんだかんだで一番だよな。そういえばせっかと10日のエンディングを撮って1年くらい経つのか。そうだ、新しくエンディングを作ろう。もう1年以上も使ってるんだし、もうそろそろ替え時だよね。うるさいな。なに？これでどうやって戦えばいいんだ。そうだ。メリアいるかな？ちょっとメリアに相談してみよう。なんか落ち着きましたね。1年かけてた第4章が終わったんだもの。それはそうだよ。長かったよね。毎回ながら最後までいけてよかったーって思ってるよ。ゲーム実況、懐かしい響きですよね。それは言わないお約束でしょ。おーい、メリア入っていい？あ、ご主人だ。はい、相手。今3人とも全裸だけど、それでもいいならどうぞ。嘘、ごめん。なんで全裸なんだよ。というかさっきの流れで信じるわけないだろ。平然と入ってきたわね。困らせたいならもっとうまくやってよ。あらあら、私の主になった途端にうじゃない。そもそも、メリアが全裸で開けていいなんて言うわけないだろ。いや、メリアさんはやりかねないぞ。メリアさんならやりそうだな。私なら普通にやりますね。あれ、なんでみんな目をそらすの？いや、互いのことを知りすぎるとなーって思って。まあ、いいや。みんなで新しいエンディングを撮ろうよ。あら、今まで私と10日のエンディングだったわよね。うん、もう1年以上使ってるし、そろそろ新しくしたいなってね。今度は4人で撮るんですか、ご主人？うん、どうせ1人ずつにしたらろくなものができないだろうし。やだなー、今度こそちゃんと撮るよ。妖艶に舞う桜姫さんは黙ってください。でも私ならうまくいけると思うわよ。姉子も黙っててください。とりあえず今回は僕プロデュースでやらせてもらうよ。異論はないね。はーい。よし、それじゃあ早速撮るよ。みんな外に出て。ずいぶん山奥まで来たわね。まだ奥なの？うん、もっとこの先に歩いたら目的地にたどり着くから。私分かっちゃいました。さすがメリア。って僕の中にいたんだから当然か。とりあえず先に進みましょう。あんまり遅くなったら晩ご飯の買い物に間に合わなくなっちゃう。さすがゼッカちゃん、家庭的。そうだね、それなら早く行こうか。よし、着いたよ。うわぁ、すごい花畑。見て見て、あたり一体花しかないよ。パトパトのヒロインといえば、花、だからこの場所で撮りたかったんだ。せっかくならみんなを綺麗に撮りたいからね。何よ、髪切ってからやけに胸キュンさせてくるじゃない。さて、みんな、早速撮ろうよ。それでこのまま終わりにしてご飯買いに行こう。そうだね、また時間あるときにみんなで来ようね。賛成です。ここでピクニックもいいですね。それじゃあ撮るよ。またぶっつけ本番。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。